よかった。目が覚めたみたいね。急に目の前で倒れるんだもん。あなたって、気持ち、第一、私の…って、ソン君ってば、頭を…あん、ほら。鏡を見た反応からすると、あんた、でも、見た目は間違いなくソン君だし。ああ、もう、どうしたらいいのよ。今はそれどころじゃ。ここにいたか。誰よ、この大変な時に。あんた、16号ねえ、セルに破壊されたはずのあんたが、もしかして、16号は…ちょっと黙ってないで、なんとか言いなさい。セルに壊されて故障し…それは俺ではない。別の16号だ。え？孫悟空にリンクしているものよ。孫悟空の…抵抗するというなら、力ずくでも連れていく。ソン君、状況はよくわかんないけど、さっさと16号をやっつって、まさか戦い方も忘れ、どうすればいいのよ。その肉体は孫悟空のもの。今日でもその多少手荒な真似をするが、お前が死ぬことはない。安心。殺すわけにはいかないから。危ない！お前の才能ならば、こちらも手は抜かない。おめえならやれる。よし、行くぞ。できた。問題ない。
リンクして間もないというのに。こんにちは、ブルマさん。ごちそう。わざわざ僕たちを呼び、邪魔が。孫悟空にリンクしているもの、また会おう。行っちゃった。何がどうなってるわけ。さてと、孫悟空の中にいるやつ、お前は誰だ。僕の目。え、どういうこと。この人は、おやおや、これは悟空さんの体なんですが、その代わり知らない人の気が感じられます。第三者が悟空さんの体を乗っ取っているという。体を乗っ取っている。ちょっとあんた、孫君の体から出て行きなさい。あんたに乗っ取られているほど、孫君は暇じゃないのよ。ブルマさん、そんなに困らせるものではありません。この方も意図せず悟空さんの体に入ってしまったよ。というわけで、まずは心の中で、あなたなら同じ体の中に眠る悟空さんと話すことができるはずです。それに変だな、体が。なあ、おめえなんかし、それにしてもウィス、この妙な波動は一体何だろう。やはりビルス様もお気づき。波動？何の話？なんだ、お前にはわからないのか。鈍いな。鈍いとは何よ、失礼ね。普通の人間はわからないわよ。おや、この件についてお話が。てっきりごちそう。そうよ、すっかり忘れてた。今世界中が大変なことになってるの。急に孫君たちの偽物みたいなのが出てきて、世界中で暴れてるし、突然フリーザやセルが復活したりで大こ。ふーん。ふーんじゃないでしょ、地球のピンチな。せっかく来たんだから、あいつらを倒してよ。僕には関係ないことだ。そんなことより早くおいしい。つまり助けてくれないのね。とはいえ、この波動に。おや、悟空さん、どうやらあなた、悟空さん。それがよ、腹減ったし、お清とおらがいる場所の出口が。悟空さんから返答がないと。あれ、おら、ウィスさんの声は聞こえんだけどな。ひょっとすると悟空、波動の力で。そんなと気がおだった。決まった。まあそんな、今でも動けなく。もし、この状況を、ブルマ、急な思い当たること。なんであの時、それに孫悟空に今怒ってる。なるほど。そうよね、
それ、そうなる。言っておく。そう。何度も言うようだ。困って。え？僕。まあ、という。この辺りに。The battle's about to start. Good luck. だな。よし、次はこれだ。いい修行になったな。
こいつをやってみろ。いい感じだ。まだまだコツつかんだみてえだな。次はこれをやってみろ。これじゃねえか。次はこれをやってみろ。よし、いいぞ。今のおめえならこれくらい大丈夫だ。おいい修行になったな。All or nothing! Let's go!